高橋由一チャンネル。三浦瑠麗さんの旦那さんのトライベリーっていう会社が今問題になっていて、ネットが今騒がしいんですよ。騒がしいですね。はい。トライベリーの話って実はね、かなり前から実はありました。知ってましたよ。それでね、はい、2年ぐらい前だったかな。太陽光ビジネスだから、はい、一般的に太陽光ビジネスってどういうのかっていうと、はい、補助金が最初すごく多いわけね、はい、だからいろんな業者が入ってもうぞうむぞうたくさんあるんだけど、うん、だん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 補助金が減ってきてるわけね、うん、そうすると苦しくなる会社が出てきてるんです、はい、最初はだから誰が参入しても誰がやっても OK なんだけど、うん、だんだん補助金が減ってきてるから、うん、やっぱり経営のうまい下手かなんかで、うん、厳しくなる会社と、そうでない会社が出てきてるんですよね、はい、そうするとちょっと前から経営が思わしくないというので、うん、このトライベリーは噂されていましたね。それで新聞記事なんかにもちょっと日経新聞だったかな、トライベリーをすごく持ち上げた記事が載ってて、はい、それでその後にファクタっていうのはね、こんなやばい会社ないよっていうのが出てましたけどね。これ1年以上前の話でした。で私それを読んでたから、はい、どっちが本当かその時はよく分かんなかったけど、まあ変な噂聞いてましたよ、はい、それでその頃はでもね、警察案件、うん、警察の案件としてトライベリーがお金をねちょっと騙し取ってたんじゃないので、警察が調べてるって、そういう記事でしたよ。警察でもね、今回の話はね、はい、検察な、特捜部になった。あら、だからこれはね、うん、それだけ見てもね、でその後ね1年間ぐらい何もなかったから、はい、あれやっぱりあれはあれか、なんていうかな、週刊誌の、ね、方が違ってんのかなというふうに思ってたらね、はい、なんか今回警察じゃなくて検察になって、特捜部で格上げになって家宅捜索でしょ、はい、あらって感じになりましたね。で家宅捜索ってことで検察特捜部が出たってことになると、はい、当然のことながらこれは政治家案件ですよ。あ、そうですか。あ、というふうに読むのが普通、何もないってことはないよ。あ、なるほど。あ、特捜部が出た時には、はい、政治家が絡んでる、だから政治家がどっかで口利きをしてるとか、それでまああとなんとか総研っていうのがあってね、これはね政治家の谷町をしてるような有名な人がいてね、そこも捜索を受けてるとか受けてないとか、そういう話になってますよね。そうなるとこれは政治家が何らかの形で出てくるんだろうなと。なんか噂されてるのはあれだよね、環境省関係じゃないかとかね。あ、そうですか。そうそうそう、だってもちろん太陽光ビジネスだからね、はいはい、環境省の方でいろんな推してたから、それでこのね三浦さんもその広告塔ではなかったんだろうかとか、まあ、成長力会議かなんかで太陽光推しの発言をすごくしてるもんね。でなんかあれだよね、太陽光業者にも悪いのもあるからそこは取り締まれなんて言ってたから、はい、自分の旦那がそうだったってなんかシャレにもなんないんだけどね。で、まあ、今のところ三浦瑠麗さんは一切関わりありありませんと、はいはいはい、だから協力はしますけどという言い方だけどね、まあ、でも旦那の会社と三浦瑠麗さんの会社は同じところだしね、はあ、それとあと旦那の会社の役員に三浦瑠麗さんの妹さんが入ってるのは間違いないです。そうなんですね。すごい綺麗な人だよ、はあ、最初金融庁に確かいた人かな、それでそっくりっていうかね、ああいうな感じの人ですよ。シュッとした綺麗な感じの人ですね、うんうんうん、それだからそこは妹さんが役になってるから、うん、あれだよね、うん、全然知らないっていうのどこまで行けるのかな、知らないけどね私はね。なかなかですね。うん、この旦那の会社もなんかもなんか昔はもちろんいろんな人たくさんいたんだけど、はい、どん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 抜けてっちゃってるからね今ね。そうなんです。やばいと思ってるからみんな抜けてんだね。ああ、沈む船だと思ってるんですか。うん、じゃないかな。ああ、だからそういう噂っていうのは聞いてて、はい、まああれだよね、三浦瑠麗さんどうすんのかね、よくわかんないね。大変ですね。じゃあ特捜部が入ったわけだから、はいはいはい、どういう形で家宅捜索の後になるか、うーん、起訴になるのか、うん、立件になるのか、果たしてならないのか、はいはいはい、家宅捜索だから普通はかなりの角度で立件しないと。そうですよね、うん、起訴しないとちょっと家宅捜索ってのはないよね、はい、普通は事情聴取なんだよ、うん、ああ、なるほど、うん、事情聴取して話聞いてっていうのでやるんだけど、はいはいはい、家宅捜索したっていうのは結構本丸なんだろうね、はい、おそらくね。ただ狙いとしては裏にいる政治家、
そこであれね、あのね、地検の特捜部がやるって時に、はい、普通の民間だけの人ってまずないと思うよ。これはだからね、あの一般論ですよ、一般論、一般論の常識としては、まあ、政治家が絡んでると、絡んでるからそうなんでしょう。だからあれだよね、2年ぐらい前までは警察案件で単なる詐欺事件だったのが、うんうんうん、地検特捜部っていうので格上げして家宅捜索だからね、それは単なる詐欺事件じゃなくなったんじゃないかなっていうのが会計的には予想されることですよ。想像するに警察で調べてたらとんでもないもの出てきたぞっていう国になって、検察が全然違うところでとんでもないのを見つけて、はい、ただあの警察が何か調べてたから、はい、あ、それは地検がやるぞって取り上げたんじゃないの。ああ、なるほど、そっち、あのわざわざ、うん、あの警察の方から地検にこういうのありますって持っていくことはないと思う。あ、そうか、うん、そう、大きい弾だからね。そしたら地検、あれ警察だって自分でやりたいから。それはそうですよ、ね、うん、だからおそらく検察の方がね、はい、他のことを調べてたらなんか出てきた、うん、っていうことなんじゃないかなっていうふうに野次馬的に第三者はあの推測するしかないですよ。野次馬的だってそれ知らないもん、よく私だって三浦瑠麗さんってそんなに個人的に知らないしね、はい、旦那も知らないし、はい、だからあれだよ、あの三浦瑠麗さんと共演なんてほとんどしたことないしさ。ああ、そうですか、うん、知らないよ、よく。あ、そうなんですね。だから野次馬ですよ、はっきり言えば私は。野次馬ね、うん、ただ2年ぐらい前からそういう話があったっていうのは知ってましたよ。もともとこれだから太陽光が公金徴収のシステムだったからみたいなこともあるんですか。一番最初あれだよね、あの民主党の時に太陽光推進っていうんでものすごい補助金がついたからね、はい、で私だって思わずでね、自分の家では太陽光パネルつけちゃったもんね。あれだって事業化はしないよ、もちろん、はい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 、私は単なるエンドユーザーですよ、はい、でもあんだけ補助金作って分かったら事業化する人だってたくさんいたように決まってるよね。そうですよ、いくらなんでもあんだけ、あの補助金ついたら、はいはい、普通ビジネスしたら儲かるよ。補助金見当てでもビジネスで儲かっちゃうよね、うんうん、だからでも繰り返しますけど、私は自分の家にあの初期一番初期の段階でやったんで、はい、あの太陽光パネルも国産ですよ。その頃なかったよ、そんな中国製なんて。あ、そうなんね、なかった、うん、みんな国産でした。あ、当時はそうだ、そうそう、それでその後ビジネスがどん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 大きくなったでしょ、はい、国産の話なんか太陽光パネルよりかは安い太陽に入手できる中国製さんがたくさん出てきたんじゃないの。あ、なるほど。私のやつは国産だからね、うん、まだピンピンしてますよ。ピンピン、うん、ピンピンしてるんですね。ピンピンしてますよ、国産のやつはメンテナンスもいいし。あ、そうなんですね。そうそう、中国製じゃないですよ。中国製だとやっぱさすがに、でもあんだけ補助金がつくとね、はい、投下資金がもうすぐ回収できるなってすぐ分かるくらいに補助金がついたんで。そんなついてたんですね。すごいついてた。はい、あのバイデン価格っていうのがすごく高かったから。でもそれって結局僕らの電気料に上乗せされてるんですよね。そうだよ。なんか納得しない。納得しない？納得できない？まあそれはね、あのこういうの早く気がつくか気がつかないかの差ですよ。そっちが言ってなかった。そうそう、早く気がつけばもうやっちゃいますよ。確かにそう。あれはね、はい、私ね、実はね、あの太陽光パネルのあの推進ってね、はい、ちょっと補助金が高いんじゃないのっていうふうに思ったもん。ああ、なるほど。思ったけど、うん、自分の個人として考えたら屋根開いてたからやっちゃいましたよ。そりゃそうですね。嫌なやつならやった方がいいですもんね、うん、そうか、もう投下し、あの資金は回収できてるし、なるほど、うん、あんだけでもすごいってことはいろんな業者が入ったってことなんでね、うん、でもその後さ、急にあれで補助金が下がってったから、うん、その後は結構後から入ってきた人は大変なんじゃないかな、うん、なるほど。だからまあ今回みたいなことで怒ってるんじゃないかなと私は思いますけどね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。